1月7日付のスポーツ日本紙の第1面に、聖徳太活字が踊った。この7文字だけで紙面の半分を占めているのだが、この周りには、満面の笑みを称える深田恭子、36、の顔写真と、不動産業界で、売上高200億円超41歳起業家、正月良家に、挨拶、36歳、恋多き女、仕事ぶりと、誠実な人柄に惹かれ互いに急接近などの文字が散りばめられている。今回深キョンの新恋人と報じられたのは、不動産業界において史上最年少で株式上場したシーラホールディングスの会長杉本博之氏41。スポニチの報道によれば、昨年11月頃友人の紹介で2人は出会ったという。もともと杉本氏が深田のファンだったことに加え、都内にある互いの自宅マンションが徒歩数分のごく近距離だったこともあり、すぐに急接近スポニチしたというのだ。しかし深キョンはこれまで恋多き女と呼ばれ、古くは東山紀之52に始まり、玉木宏36、内田朝日36、最内流に37、カトゥーンの亀梨和也32など様々な超イケメンタレントとの熱愛が報じられてきた。剛力彩芽26や石原さとみ32を例に挙げるまでもなく、多くの女優が IT 企業の社長などのセレブたちとの熱愛を報じられています。そんな中、イケメン一筋に歩む深キョンは清々しかった。社長との熱愛が報じられると金目当てかと悪いイメージがつきますから、男性の趣味がブレない深キョンは信頼できる存在だったんです。そんな彼女の相手が、まあイケメンとはいえ不動産業界の起業家だったということにまず驚かされましたね。アイドル誌ライター。今回の報道を受け、ネットからも意外だったという声が多数。深キョンはイケメンにしか興味ないと思ってた、芸能人と結婚して欲しかった、亀梨と似合ってたのに残念だというような不満を示すファンの反応が目立った。ただ事務所はこの熱愛を否定。食事をご一緒したことはありますが、それ以上の関係ではありませんとコメントしています。また亀梨とは別れていないのではないかという話も聞こえてきています。1月15日からは TBS 系で深キョン主演の恋愛ドラマ初めて恋をした日に読む話がスタートしますし、熱愛報道の形での番宣だったのではなんて見方もあります。前室のアイドル誌ライター。番宣であれば一安心。深キョンは深キョンらしく、セレブ会長などではなく、イケメン芸能人との愛を貫いてほしいところなのだが、